梅徳桔梗上言うんですけど、あのみんな襲名してきとるんですわ、徳五郎は言うて。10年以上前に100年の創業100年の、あのさせてもらいました。無地の商品ですんで、その割と変化のない、あの平織りなんで変化がない商品で生き残っていこうと思った時に、その縦にあのいろんな種類の糸を使う、そういう縦の変化、抜きより縦の変化でうちはあの織物を続けてきて、生き残ってきたという感じですね。今直畑で私自身がすぐ目が届くいうとこかと思います。で、得意先からこんなことができるかできないかいう時に即答ができるいうところだと思います。はい、まあ、最初はね、あのできるかできんかわからん場合があったんですけども、何十年経験してきますんで、もうその場で即答と、こういうこれはできませんけどこういうふうにしたらできますよっていうことがもうその場であの言えるいうことだと思います。丹後ちりめんを300年続けて来られたあの人のこともね、やっぱり考えて、自分ができる、現在自分ができることで、やっぱり技術文化分解の向上をさせて、また次の世代にそれを渡していかんと、あの終わりになってしまいますわね。はい、梅徳いう名前をずっと続けて、いけれるような経営態度とか、まあ、あの生産態度とか、まあ、そういうもんもあの重視して、あの経営をしていきたいと思います。はい。